そうや、グレージュ。そう、ピンクグレージュ、ピンクにこのグレー重ねたら可愛いよって教えてもらって、あの裏に説明が書いてるんですよ。この色はここに載せたらいいって、その通り載ってます、私はもう でもめっちゃ簡単、もうある色を全部このとこに塗るだけです。いい感じ。あ、グッズ買った？なんかさ、あ、昨日もグッズの話してたか。ありがとうございます。ライブ会場で入れたらいいな。すげえ、テストクラス1位やって、うおー、おめでとうございます。パチパチパチ、メロなんだけど嬉しいですね。一番倍勉強したってこと、すごっ、無理だもう ライブのリハーサルは、順調かな、分からへん 私自身どこまで進んでるか分からへん。全部終わったんかな。でも今通しでやろうって言われて、えってなる 頭に入ってないです、全然。昨日ねちょっと時間あったからセットリスト通りにやってみたけど、ダメだ なんかね、でも鉄砲隊メンバーとかはさ、やっぱ今の期間にいっぱい覚えることがあるみたいで大変ですね。何？ショールームでゲーム実況機能追加されるらしい。嘘や、やりたいやりたい、絶対やりたい、それは。めっちゃ嬉しいんですけど、やっぱ。そうで、今日はそのすいません、鉄砲隊の公演5時から開演なので、皆さんこの配信が終わったらぜひ DMM さんへ。周年ライブ何やると思いますか？私は答えは言えんけど、なんかライブでさ、こんなんやってほしいとかあるのかな？なんか皆さんがどういうのを見たいのか、どういうセトリが良かったってなるのかが。あれ6時やったっけ？あ、そうなんや、5時やと思ってた え 5時とは とりあえず火出してほしい、それはめっちゃおもろい。なんかのマストビーのをやってる時に火がボーって出てて、あれかっこよかったなって思い出。5周年でしたっけ、マストビーのをやってたので、めっちゃかっこよくて、確かに火出るのいいですね。やっぱサインボールとかもらえたらそうですよね。でも上の方に投げれないっていうとこがあるか。でも火出たらさ、めっちゃ熱くて、実は熱ってなる。あの一回欲望のものやったかな、欲望のとかなんかそういうかっこいい系ってボーンって出たんですよ。で踊ってる時にさ、もう暑くて熱気が、もう暑いって思いながらさ、でも顔に出したらあかんやん、欲望ものなんかもかっこいい曲でさ、雰囲気大事な曲でさ、暑とかできひんやんか。あ、客席も暑いんや。いや踊ってるからさ、もうこう来るからさ、あっちいよって思って、あれはちょっと大変やったわ。しかもさ、なんか私位置的に多分めっちゃ火が近かったんですよ。だからもうあの火なんかさ、こう埋め込まれてるわけじゃないからさ、もう立ってるだけなんですよ、このステージに。なんかまあしっかり設置はされてるんですけど、
なんかもうちょっとでもぶつかってなんか倒れてガスとか漏れたらどうしようとかすごい考えちゃう。ハイになったらさ、なんか人間何しちゃうか分からへんやんか。もう思いがけないところでさ、やばいことをしちゃうじゃないですか。なんかもうやったらどうしようとかもリハの時ずっと思ってたな。野外コンサートだと花火言ってる。確かに花火言ったらかっこいいな。トカーンってめっちゃいいかも。じゃあラップタイムとかでな。チュ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 なんかアンコールといえばラップタイムじゃないですか。だからラップタイムが終わってポーンとかもいいかもね。確かに。3年の卒コンでいい段階やった。日がねあったかいからな。あ、空中で歌う空中で歌うやつはあのね、あのゆずちゃんともうシミュレーションずーっとしてるなんかこの曲をゆずはこの曲で飛ぶからってゆずちゃんがめっちゃ言い出すんですよ。それをじゃあももはそれをつけ肉係するからって言ってで裏方の方の真似とかをすごいするんですけどあ、ゆずちゃんいてほしい。今ゆずちゃんいてほしいな。もうゆずちゃんと一緒にそのゆずちゃんをこの飛ばすために裏方さんがすごい「つけます」とか「まもなく本郷さん上がります」とかなんかいろんな掛け声を絶対するから、そういうのをあの2人で考えてこのタイミングで飛ぶとか。なんか2人でもうほんまにそんなしょうもない話をずっとしてもうキラ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 ずっと笑ってます。もうほんまに私昨日もあのそのゆずちゃんとちょうど飛ぶ話をしてたんですよ。もうゆずここの曲で飛ぶからって言い出して、で私結構さリアルガチに信じたんですよ。そんな話えマジで飛ぶのって言ってでそう涙出るぐらい笑ったし、お腹抱えてもう立てへんかったもん。膝から擦れ落ちてもう涙出るぐらい笑って、めっちゃおもろかった。翼生やしてこんな大きい翼生やして飛ぶなんてそうそうめっちゃおもろい。じゃあもうこれは私がこのなんか下手くそな説明やからも全然伝わんないですけど、ゆずちゃんと二人で喋ってるとこを見てほしい。マジでもうな、涙出るぐらい笑ったからな。しかもなんかなんでその曲でみたいなやつで歌うからやるからもうなそれがまたおもろいね。確かに私バンジーしたことないな。バンジーは怖いな。いや意外と回ってこないですよね。なんか5期ぐらいやってたよな。いや怖いなバンジーは。なんかさあんまりさなんか無理無理無理って引きずりすぎたらもう場の空気超乱れるくないですか。なんかもう早飛ぼ早飛ぼみたいな、なんかあの空気がめっちゃ嫌いで、で多分私も早く飛ぼうって早く飛んでってなるタイプやから、逆にもし自分が飛ぶってなったらもう腹くくってすぐ飛ぶけど、もう人が「え無理無理無理」とか「もう早く飛んで」って一緒にロケ行ってたら絶対なるくない？ならへん？まあ、推しが待ってたら「もう頑張れ」ってなると思うんですよ。でもほんまにゆずちゃんとかがもうそれこそ「え無理無理」とか言い出したら「もう早飛べ」ってもう私後ろからも突き落としてもらうかもしれへん。もう行こうってロケの時間押すしって思って「もう早帰ろう」って感じで
ゆずちゃんとかしおんちゃんあたりがもうそんなしだしたらもう私突き落とすよ。ごめんやけど。いやでもゆずちゃんは絶対言う。ゆずちゃんだって絶叫無理やもん。そうそうそう、同期にバリ当たり強い。ねえ皆川さん、バンジー飛んだね、カメラ壊れて映ってなかったって、もう一回飛んだってこと。最悪やん。なんか頑張ったのにさ映ってなかったって辛いな。でもさ、いざさバンジーやりますって言われたらさ、ちょっと私えってなるかも。やったーとはならんよな。だってバンジーだもの。なんかさ、何なんか書かされるんですよね、死んでも保証しませんみたいな。ちょっと内容は知らんけど、なんかそんぐらいのレベルのやつ書かせるらしくて、でなんかバンジー飛ぶときは多分マネージャーさんの確認、飛びますみたいな、多分メンバーに話来ると思う。飛ぶので確認よろしくお願いしますみたいな、なんかまずここで多分来ると思う。だからそんぐらいやばいことやから怖いのは仕方ないけど、ちょっとロケの時間があまりにも押す場合は私はちょっともう早く飛んでくださいって感じ。誰やったかな、バンジーも私バンジーやりたいですよって言ってる後輩がおったんやな。誰やったかな、誰がいそう、って感じやけど。溝川未来ちゃんあたりがなんか言ってた気がする。いやハーサじゃない、ハーサはずっと。誰やったかな、いや覚えてないけど、あももちゃんかな、あももちゃんかな、いやでも、バンジーやりたいみたいなノリで言ってるから、多分ももちゃんじゃないねんな。やりたいですってなんか、ももちゃんはやりたいですでもそういうテンションじゃなかった。いやすごいね、私は嫌やけどもういざってなったら飛びます。なんでワンジュの話になったんやったっけ。ああさあれや、もう空中を飛ぶっていう話をしてたんですよライブで。なんかそんなんもやってみてほしいっていう。じゃあ私が卒婚するときはもうそれしますね。飛びます、安田飛びます。何の曲で飛ぶ。全然私そういうのは多分いけるんですよ。なんかああいうのちゃんとガッチリ固定されてるから全然怖くないけど、小島さんやったかな、小島春菜さんがさ、なんか可愛いブランコみたいなぶら下がって歌ってなかった。なんかあれも可愛いなって思う。ワルキーでやんの、あれワルキーでさ、なんかそういうブランコみたいな座るのはいいよな、可愛いと思う。いやで、ワルキーこそ踊った方がいいよな。ジッパーで飛んだらやばいっしょ。十分経っちゃって、なんかブランコとかも可愛いなって思う。わからん、なんかコロナでさ、正直どこの範囲までやっていいかわからんよな。なんかそういうさ規制とか絶対あるやんか。分からんけど、ていうか周年ライブまであと1週間もなくないですか。もうマジでやばいんだが。頑張ろうね、皆さんも楽しみにしてください。なんかグッズ買ったよとか
すごいコメントできてて私安心しました。多分3本は今回は売れてると思うから、そういうのまあいつもよりはちょっと販売量は多分多いと思うので、まだゲットできてないよって方も多分まだ残ってると思うのでお願いします。もし会場来れる方はもうめちゃめちゃアピールしてください。桃ねアピールを。手作りでさ、うちは作ってくださる方もいて、なんかお話し会で作ったからって言ってくださってんのを、私はなんか公演とかに絶対持ってきてって言ってるから、ライブとかもなんかそういう手作りうちはもう見つけれるのが楽しみ。マジね、手作りうちは何個もだったらそれも持ってもらって、もうそのピンクの持ち手のグッズのうちは持ってもらってって、もうなんか四刀流みたいな、そんなんでめっちゃ嬉しいのでお願いします。見つけれますように。私のいつものライブの目標は皆さんのそのうちわとかを全部見つけることやから、だからとにかくなんかステージもなんかフリーのとこがあったら絶対全体に行きたいし、そうそうそう、正直さ踊っててもさ、サビだけこっち向いて最後こっち向くとか、なんかそういうのがあるからさ、なんかどうしてもなんかねこう見れへんか、そういう時もなんかフリーとかそういう 何してもいいよみたいなあったら、私は絶対いつも見つけに行く、探しに行くの目標にしてるから、もうマジでアピールしてください。ここいるからねって、もう目をめっちゃ広げて、目広げられたらちょっと大変なことになるけど、なるけどでもここしか見てないのか、ちょっといっぱいアピってもらってお願いします。うちわもさ、まあ、確かに判別も大変そう。でも私カチューシャやから、カチューシャは目立つから大丈夫だと思ってる。じゃあランキングアップします。13位あつさんありがとうございました。12位まさみくんありがとうございました。11位ジョーさんありがとうございました。10位まゆかちゃんありがとうございました。9位デビルさんありがとうございました。8位トレオジさんありがとうございました。7位ゆめのちゃんありがとうございました。6位エイメイちゃんありがとうございました。変わったよな、意外。もう一回いきます。13位ジョーさんありがとうございました。12位ガチの釣りさんありがとうございました。11位まゆかちゃんありがとうございました。10位デビルさんありがとうございました。9位テリオジさんありがとうございました。8位ゆめろちゃんありがとうございました。7位エイメイちゃんありがとうございました。6位高松さんありがとうございました。5位マリア超ごちごいさおまるさんありがとうございました。4位ちやきちゃんありがとうございました。3位ゆうさんありがとうございました。2位かすきありがとうございました。そして1位はふじさんありがとうございました。今日は24時からおやすみ NMB48 があるので皆さん聞いてください。よろしくお願いします。バイバーイ。